オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンが、しきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日火曜日のテーマは、安らぎ Q&A です。お葬式にまつわるよくある質問を専門家が回答しています。本日のご質問は、しきたり、慣習についての質問が来ています。身内が亡くなった場合、婚礼は1年控えた方が良いのでしょうかというご質問です。まず、先方がどのように考えているかを優先する必要があります。次に、木明けを一つの区切りとし、お話を進めるという方法があります。また、親善結婚の場合には、喪中であれば、社に入る前に神官にお祓いをしてもらって結婚式を行っているそうです。両家が納得できる方法であれば、しきたりに縛られる必要はないでしょう。明日のテーマは、日本のしきたりです。本日の内容は、オフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からのご質問やご意見を募集しています。お寄せいただきました方には、木曜日にご紹介をしています、葬にまつわる体験談集、時を超えてをプレゼントいたします。宛先は、メールの場合は info@nara.fm、ファックスは0742-24-8422、0742-24-8422。郵便で送っていただきますときは、郵便番号 630-8334、奈良市西野信也町43、奈良 .fm へお願いいたします。お問い合わせは0742-24-8415、0742-24-8415番、奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。